BS 漫画家は司会の大月孝弘です。こんばんは、有坂久留米です。はい、今回のシリーズも第3夜最終日ということでですね、そうなんですよ、もう早いもんでございますけども、今日あたりからもう見てくれてる人いいんじゃないかと、いつもすいません、申し訳ない。はい、とりあえず早速、はい、今回のラインナップご紹介しておこうと思います。はい、はい、一昨日は浦沢直樹葛飾北斎作のマスターキートン、はい、昨日は山口孝之さんの覚悟のすすめを取り上げました。そして最終日の今夜は山本澄子さんのエースを狙いを お届けいたします。はい、一番大ネタが最後に来てますけどね。というわけで、はい、今夜のゲストを続けてご紹介したいと思います。はい、プロレスラーでタレントのアジャコングさん、はい、そして漫画家の一条ゆかりさんです。はい、どうも、こんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。どうぞ。あ、1999年奈良の月、奈良の日ということで、何が降ってくるか分かんないと、はい、取り上げる漫画も漫画でございますからあれですけども、あゆさんはもう初登場ですけどもね、はい、はい、エースの狙いはアニメの方が、そうですね、最初、テレビの方、はい、で漫画も今回読んでいただいて、はい、はい、漫画結構読まれるんですか。漫画はいろいろ、一条先生の勇敢クラブとか、一条先生の勇敢クラブ、入りたいなと思いましたね。勇敢クラブできることならばぜひ入ってください。よろしくお願いしますと、はい、一条さんもどうも。そう、私実は25年前の作品なもので、はい、忘れるってやばいと思って昨日読んだんですよ、はい、仕事中なのに、はいはい、そうしたら最後の岡エースを狙いつつくと、はい、思わず涙してしまいました。泣きましたか。本当泣いちゃった途中まで、嫌で臭いわとか、今でこんなことないわよって言いながら、スーッて。やっぱりそれぐらいやっぱインパクトあるんですね。強かった。で、覚えてのセリフがいっぱいあって、すごいですよ。あとでいっぱい語っていただきたいと思いますけど、任せてください。お願いします、どうも。はい、そして、はい、向こうのトーク席で待ち構えているいつもの3名をご紹介しましょう。はい、漫画家の石川純さん。どうも、こんばんは。アシスタントの有坂さんが、プロレスマニアだということがさっき分かったんですけどね。もうちょっと前に分かってればな、いろいろお話もできたらいいと思ってもちょっと遅かったですね。よろしくお願いします。そして作家の岡田斗司夫さんです。この1時間は唯一無二の1時間なり、さらば、次回シリーズや再放送があるなど夢夢を思わず一生懸命語り倒すべし、これを BS 漫画やわの心という岡田斗司夫です。はい、そして漫画コラムニストの夏目草之助さんです。はい、こんばんは。いきなり笑かして笑ってしまったけど、私も昔テニスやってました。でエースの狙いを読み直してですね、木製のラケットが非常に懐かしかったです。ただ中にですね、ボールをこういうふうに握ってる場面がありますけど、いかになんでもこれは小さいでしょうというふうに思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。というわけでもう話出ておりますけどね、はい、今夜取り上げる作品はこちらです。はい、山本澄香さんのエースを狙いです。この作品は1973年から75年、78年から80年に雑誌週刊マーガレットに連載されていました。現在は全14巻の文庫版になっています。作者のプロフィールと漫画の内容を VTR にまとめました。どうぞご覧ください。山本澄香は1949年山梨県生まれ、武蔵野美術大学を卒業して71年にデビュー。エースを狙えの連載は73年に始まりました。岡博美はテニスの名門西高の1年生。お蝶夫人の華麗なプレーに憧れてテニス部に入部した博美は、新任コーチ宗方の指名で地区大会の選手に抜擢されます。先輩たちの冷たい視線にくじけそうになりながらも必死にコーチの猛特訓についていく博美。コーチが見抜いた才能とひたむきな努力でヒロミはメキメキと上達していきます。やがてお蝶夫人やライバル校のエース緑川蘭子と肩を並べる存在に成長したヒロミは全日本ジュニアチームのメンバーに選ばれるのです。ヒロミを温かく見守る生徒会長で男子テニス部のエース東堂。いつしか東堂とヒロミの間には淡い恋心が芽生えます。しかしそれを知った宗方コーチはヒロミのテニスに悪影響が出ることを恐れて二人の恋にストップをかけるのです。恋とテニスの板挟みに悩みながらもコーチを信じてテニスに打ち込むヒロミ。
よいよアメリカへ遠征する直前、宗像コーチが突然病に倒れます。大したことはないというコーチの言葉を信じてアメリカに出発するヒロミ。その頃、不治の病に侵された宗像コーチはすでに息を引き取っていたのです。BS 漫画用では皆さんからのファックス、電子メールをお待ちしています。感動した場面、好きなキャラクター、番組へのご意見などどしどしお寄せください。ファックス番号は東京 03-3481-4888、 東京 03-3481-4888。 電子メールのアドレスは email@manga.nhk.or.jp です。夜なのでくれぐれもお間違いのないように。それでは早速ファックスをご紹介したいと思います。こちら、エースを狙いは45歳になった今でも読み返すと、特に後半1ページを読んでは涙を流し、また1ページをめくっては新たな涙に襲われ、まずいよなこれって感じなのですが、ありがとうございます。続いて E メールご紹介いたします。33歳女性、家事手伝いさんからです。入学した中学校のテニス部は新入部員が1年生の女性との3分の1約70名というすごい人気でした。私も友達に誘われてテニス部に入りました。笑い。ありがとうございます。大月さん、よろしくお願いします。はい、もううるさいうるさい、もう仕事盛り上がってる、全然向こうの話聞いてないもうというわけでエースを狙いですけれどもね、イラストいっぱい送っていただきましてありがとうございます。まだ受け付けております。今だったら貼り出されますので、どんどん書いて送ってきてよろしくお願いいたしたいと思います。というわけでどうしましょう。もう喋ることいっぱいあるんじゃないかと思いますけれども石川さんなんかもうレジュメまで用意してきてくれてるんですけどもね、口で切ってください。はい、どうぞ石川さん。いや、うん、俺はね今回ちょっと読むのつらかった。あ、どうして？あのね、それはね、うん、特に前半、ほら、この単行本って前半後半に分かれて、はいはい、間に2年か3年空いてるんだけど、途中完結した、一度完結してるまでの前半分が特にそうだったんだけどね、今の漫画とね、ルールが違うんだよ。あ、文法が違う、ルールが、うん、文法っていうのがちょっと違うんだけどね、漫画の書き方としてのルールがちょっと違う。この頃のね、この人までの少女漫画、この人は最後の世代なんだけど、最後の世代って言っても、うん、俺たちと同い年ぐらいなんだけどね、うん、俺とか一条さんとか、はいはいはい、ちょっと年は同じでも一世代、世代が古いの、漫画世代が漫画として古い漫画なんですね、うん、でね、この頃までの少女漫画ってさ、もう全てが記号で成り立ってたの、うん、人間という、ヒーローという記号、ヒロインという記号、背景という記号、もう四角書けばビルだし、うん、三角書けば平井だしみたいな、うんうん、だから前半見ると背景が何もない。背景が何もないってことは、つまり絵が描いてないってことよりも絵を描こうとしていないってことなの、漫画なのに、うん、俺はね、それがね、辛くてね、読めないんだよ、記号ばっかしで。で、後半になってちょっとまあ楽になったことはなったんだけど、まだそれはそれで違う辛さがあったんだけどね。ある種古典を読んでるような辛さですね。そうね、そういう意味で言うと、その石川さんの目からすると ね、うん、そうだね。でも70年代初めですよね。だから大体今から25年ぐらい前そうなるわけですね。だからこの人で、この人でとりあえず、この人と池田理代子とか、うん、多分同じぐらいだよね。同じぐらい。この辺まででこの書き方終わって、うん、同い年なんだけど、もうこの時点ですでにリボンでは新しい目が、一条ゆかりという新しい目が手を挙げてますよ。森田純とか一条ゆかりとか森田純、ね、うん、その辺が新しいルールを引っ提げて出てきてる。なるほど。まあ、24年組っていうのはまた違うところにあるんだけど、はいはいはい、それとはまた違う括りで、うん、一条さんたちは、まあ、すごく大雑把な言い方してしまえば劇画のテイストをすごく入れたんだよね、うん、でも私がデビューしてから 4,5 年後じゃなかったっけな、この人がデビューしたの。一条さんの方が先なんですか、年齢的には、ね、先です。私43年にデビューして、16、7でデビューしてるよね。17、18かな。いや16で一回デビューしてるんですよ私。で、やめて入選作見たもん。うわそうなんですか、バックあったわよということは70年代初めということは、その少女漫画の歴史っておかしいですけども、やっぱりそれまでのいわゆるその石川さんが言う記号的なものから変革が始まってたにもかかわらず、この人は最クラシック引きずってたんだよね。ああ、引きずってた。だってバックなくても別にいいじゃない、分かれば、うん、なるほど。だってバックはその雰囲気をより良くするためにあるものなんだもん、うん、ところがこの人までの少女漫画って
バックがない、なくて分かればいいんだけど、うん、分かんないんだよね。どこにいるかが分かればいいのよ。病院の中にいるとか学校の中にいるとか。主人公も記号なんですか。そうそう、どこにいて何をしてるのかっていうのが分かんないんだよね、この漫画は。いやだからね、すごくさ、もうこの本の間にね、顔が埋まるぐらい近い距離で読まないと分からないわけ、うん、誰が誰だか、うん、あ、なるほど。だからこのレベルまでの少女漫画っていうのは本当にわしらは読まなかったもの、当時はね、うん、当時は読まなかった、分からないんだよ。確かに男の人読みにくいと思うんですけど、うん、感情がだから感情移入して初めて追っていけるのね。あ、うん、それを覚えるまでねちょっと時間がかかりました。テクニックが必要なんですよ。岡田さんは、あ、はいはい、エースの狙いはなんだっけな、やっぱアニメになった頃から、うん、はい、あ、こんなのやってんだと思ってアニメの印象で見ちゃったんですよ、うん、でアニメの方はストレートなスポコンだったので、うん、でね、僕ね、これ確か読んだのって70年代のもう後半だったと思うんですよ。いわゆる高校か大学ぐらいの時だったんですけども、うん、その当時読むと割と辛かった。あ、もう辛かった、うん、やっぱ説教臭いところとか、うん、あとなんだろうな、とにかく努力強いるじゃないですか。いや、別に読み手に努力強いるんじゃなくてプレイヤーにとにかくなんかこう根性がなきゃダメだとかですね、うん、もう唯一無二の心とか、さっきも俺が言ったようなこともですね、ベラ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 言われて、一番なんかこう説教を聞きたくない時期に読んでしまったっていうのがまず一つと、もう一つはこのエースを狙えとベルサイユのバラって、僕が覚えてる限り初めて男の人も大量に少女漫画読んで、うん、なんだ少女漫画ってこんなのじゃんかっていう風に文句つけ始めた漫画なんですよ。なるほど。それまでの少女漫画ってもう男の人が読むもんじゃなかったから、どんなのか検討されなかったんですよね、うん、ところがエースを狙えとベルサイユのバラ、まあ、2つ並べちゃうんですけどぐらいから、すごいいいから少女漫画が市民権を取ったんです。そうです。で、いや、男の読めって言われて、で、少女漫画特有のそれまで突っ込まれなかったようなこと、うん、例えばなんかあオスカールとかですね、これで言えばなんか目が光ってる、そうそうそう、あとこのコーチとなんか岡ひろみの変なセリフとかですね、うん、なんかそういう風な、なんだろうな、それまでの読者にだったら突っ込まれなかったようなものがどん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 突っ込まれるようになった時代っていう、うん、そのなんか2つ積極臭いと感じたのがあって、うん、昔はね、なんか感動はしたんですけども、うん、素直に読めなかった、うん、ところがこの番組をやるに至って、うん、なんか先週SF 大会が長野だったんですけど、その行きの電車4時間半でですね、一気に読んでしまった。どうしたことでしょう。涙が止まらないではありません。さっきの一郎さんと同じじゃないですか。そうなんですよ。いや、だから今読むと、そう大人が読むと染みるのよ。染みる、うん、もうだからこれを読んだ後、僕はもう全肯定になってしまって、世の中のこと全てを肯定、もう今までの BS 漫画やみたいに、なんか作者のちょっとした間違いとかそういうのをつつくのはやめて、ターン A になろうと。なんかそんな気持ちでですね、こうエブリシングオッケーな気持ちで。ポジティブオーカーになってますよ、今回。そうです、もう今回はもうなんか努力よ。そう、努力大事です。前向きよ。いや、それはちょっと。アジアさんはそのさっきもお伺いしましたけど、アニメで最初。そうですね、アニメなんで。おいつぐらいの時に。やっぱ小学生ぐらい。ぐらいですね。やっぱり周り見てました、みんな。みんな見てましたね、やっぱりそういうふうな話題になってましたし。当時テニスっていうのはスポーツとしてやっぱ一般的だったですか、女の子の間で。中学校入った時ですね、まあ、中学校入った時にはもうエースを狙い時代アニメ もう終わってたんですけど、やっぱ中学校入った時テニス部入った子一番多かったですね。やっぱりアジさんも入られたんですか。私はバレーボール行きました。アジさんバレーだよね。テニス部はすごかった。でテニス部の勧誘の絵とかは絶対君も一緒にエースを狙おうとか、はい、そんなのが、でお蝶夫人のあの縦ロールの絵が描いて、ちょっと絵が描いて必ずあった。縦ロールで君も一緒にお蝶夫人とか言って書いて、ならないだろう。スポーツ入ると必ず学校の部活ポスターって使いますよね。漫画が正番組で、野球で、野球部巨人の星でとかありましたね。だから女の子、テニス部女の子ばっかりだったんですけど。うん、4、50人いましたね。4、50人、すごいですね。でも大体半年で10分の1ぐらいになるんだよね。あ、そうですね。この漫画岡ひろみさんって普通の何でもない子がすごいプレイヤーになるんで、私もなれそうっていう気になっちゃうんですよね、うんうんうん、でもこの中にも出てくるけどさ、何でもない子じゃなかったんだよね、うん、あ、そう、最初から光ってたの。最初から天才だったんだよ、ね、才能があった、そうです、ね、みんなが気づいてなかっただけで、コーチはこいつは天才だって見つけて拾い上げたんだよ、ね、いや、でもね、その天才さって何の天才かというと、どんな特訓しても潰れないという天才だったんですよ。あ、くじけない。いわゆる努力の天才っていう、何に体力があったわけかって。
さっきも少女漫画の話出てましたけどね、そのベルサイユのバラとこれとかだって2本立てでしょ、当時マーガレット、うん、そうそうすごいな、王長島みたいなもんでいややっぱりスラムダンクと悠々白書でしょ、な時代違いますけど、ね、90年代はそうなりますよね、そのくらいすごかった、圧勝ですよね、もうはっきり言ってね、その頃にね、もうすでに広げる、あの漫画で広げるとね、古くせえなと思って俺は言うんだけどね、当時俺は生意気な大学生だったから、あ、まあ、明大満研ってブイブイ言いましたし、ブイブイ言いましたし、ね、みんな突っ込んでたわけですね、やっぱ源太郎は面白いよなって言ってた頃だからね、あ、そういうブイブイ言うやつが一番売れないですよねずっと引いてるけどね、でもさ、ベルサイユとさ、うん、これの違いはね、うん、やっぱりこれがね、王道言ってるのは、うんうん、その最初とにかくね、ドジで間抜けなの、うん、で最初のテニスでやたら転ぶの、うん、そんな転んでたら試合できないっていうのが試合出してもらえない普通は、ね、転んでたらでそれドジで間抜けなのが実は天才だったってやっぱりこれ王道ですよ、うん、やっぱだってオスカルは最初からやっぱりドジで間抜けじゃないもんいやそっちじゃ困るわよ、この隊長がラブコメにそれ引きずられるんですかね、やっぱりもともとはラブコメの作りだけど、うん、作りとしてはもうラブコメ、一話ラブコメですよね、うん、これ、うん、ただ私ね、この前のこれ何スポコンものってアタックナンバーワンとかサインは V とか、はいはい、でこのエースはね作りが違うんですよ、はい、サインは V アタックナンバーワンですね、みんな横でやるんですよ、同じこう何仲間とか、だからすごいこう横が大切なんですね、チームワーク型ですね、もしくは敵とかって同い年とか、うんうん、でもエースはね盾なんです、お師匠様と私、うん、あそうですね、お長夫人と私、すべてが主人公よりも上なの、あだから主人公と同列なのがほとんどいるけど、ちょっとは、うん、あそういえばそうだね、うん、だからねこれはねスポコンものじゃないと思ってるの私、うん、はい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 、いや読んでみたらスポコンの印象ないですよね、うん、なんか全部一括りにアタックナンバーなんかと同じかなと思ってしまいがちなんですけども、作り全然違うんだから、でも日本のほらスポーツものってさ、うん、スポーツじゃなくてテニスどうとかさ、そう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 、ラグビーどうとかなるじゃないですか、人間関係ですからね、これ定休度を極めて、これもさ、師とはこれほど深く弟子のことを覚えるものかって、師と弟子ってさ、それテニスじゃねえだろ、テニスじゃなくても何でもいいんだよ、でもあんなネーム書いてる最中に、うん、現場では漫画書いてる現場では先生とアシスタントが漫画書いてるんですよ、うん、それでこうやりながら、はあ、はあ、先生はこんなに深くアシスタント愛せるものかと思いながらみんなベタ塗ってるわけじゃないでしょ先生これ書きすぎっていうのが絶対あるような気がしますよね、さっきちょっと言ってたんだけどさ、はい、なんで俺こんそんなに辛かったかっていうとね、うんうん、この頃の演出っていうのがね、うんうん、そのストーリー面の演出だけに限ってたんだよね、あの絵の面の演出がね本当に少なかったの、うん、これ後半もそうなんだけど前半特に目立つのはさ、テニスやっててもね、うん、何やってんだか分かんないの、あで顔がやたらなんだってここにバシッバシッって書いてあって、うん、球が飛んでたとこがあって、あエースとか言ってさ、うん、それどういう局面でどういう球を打ったのか全然分かんないんだよ、要するにスポーツの描き方がなってないわけですね、なってない試合そのものがね、でおまけに、テニスやってるシーンってのはほとんど出てこないの、うん、出てくる全身が出てくるのは、うん、こんなポーズ取ってるだけなんだよね、うんうん、でそのこのポーズじゃ球は当たらないだろうっていうポーズを、うん、綺麗なポーズを取るのに不審しててね、うん、正しいフォームじゃないんだよ、うん、俺もテニスは長くでやってるからね、ちったうるさいんだけど、ね、そうかこれではテニスはできるんだろうと思っちゃうんだけど、うん、それでいいんだよね、これはね、うん、いいのよ、うん、いや、もちろんいいと思って言ってんだけど、要するに一種の漢字なんだよね、漢字、うん、記号って言うんだけど、うん、漢字みたいなもんなんだよね、うん、だこの漢字が書いてあればこの場面はこういう意味ですっていう、うん、そういう読み方をするもんだった、うん、だから僕らはねその当時少女漫画という漢字を知らなかったわけよ、そう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 、だから読めなかったわけだよね突然バックの話をできたらこれは一体どこから出現したんだろうとかそうそうそう、主人公が突然な風もないのに髪がバーッとなってとしかもこのくらいしかなかった髪がいいところだとこんなに長くなって、あれは私も不思議だったんだけど書いてて不思議だったんですか、いや私は書きませんよ書かなかったんですか、いやいや突然長くすんな変じゃない、風ぐらいはするけどさこんな風に風もないのにこの山本澄香さんなんかの後の世代の一条さんとかを読んでもう一回この辺に俺たち戻ったんだよね、それで読み方を覚えて、うん、あ少女漫画ってのはこういうのが良かったのかと思って前のも読んでみると、うん、
結構古典も読めるわと思って、当時の漫画読みとしてはその少女漫画文法の初級編だったわけですね。そうそう、いや、これは僕もだから一条さんを読んで、なぜ画期的だったかっていうと、ちゃんとビルはビルで書いてある、車がちゃんとね立体で書いてあるんです。そう、なんか出てきてこれなら読めると、そうそう、そこから入って、あ、ひどい、そう思ってね、読みあのこの辺も読み返してみると、なんで受けてたのかっていうのはやっぱ分かるんだよね。あ、俺たちが読んでたような楽しみ方じゃない楽しみ方がってのがあって、違うの、もっとのめり込むの、いや、それにもっと、この華やかな絵柄っていうのは少年誌青年誌じゃないんだよね、当時ないね、いや、今だってこんなすごい絵はないよ。その華やかさってやっぱりね、少女漫画の特大きい特殊の一つだよね。その華やかさをみんな楽しんでるんだよね。そうだから別にテニスじゃなくてもいいのよ、題材がたまたまテニスだっただけで。女子プロでいうと当時誰の時代ですかね、70年代初めっていうと、わあ、ビューティーピュアとかじゃないですかね。ビューティーピュアさんですかね。じゃあもう最初にブレイクした頃だよね、人気がね。そうですね、あの辺のやっぱファンなんかにもやっぱそう、なんていうのかな、ものの見方ってやっぱ通じとかあったのかな、じゃないですか。まあ私今回だからこの漫画読んで、私もやっぱり成田さんの巡業の移動のバスの中で読んでて、で他の後輩に見られちゃまずいと思って毛布に隠れながら泣いたんですけど。どこでどこで、え、あの巡業の移動のバスの中で、やっぱりあの岡エースを狙いか、あの辺とか、あとはじゃあベルトを狙えてこう、いやでもなんかそういうで、これを全部読み終わった後に、これはもうぜひうちの後輩たちに読ませて、あのもう本当にお前たちってこんだけ岡ひろみ頑張れるんだ、お前らも頑張れよって口で言うより、これをこのまま渡した方が読めと、お前らこれ読んだら持ちったどうにかできたら言いたいような、アジャさんもこんなに渡したいのことを思ってくれるそこまで村からコーチほどは思えないですけどね、この辺メラメラメラって、あの聞きたいことがあったんですけど、あの岡ひろみさんって、あのテニスを熱中するために恋愛っていう部分を抑えたじゃないですか、やっぱりアジャさんもプロレスの時抑えたものとかあるんですか、こう恋愛とかいろいろですか。そうですね、だ昔は三金ありましたから、今はまあ別にあれだって言ってるんですけど、でもやっぱりまあそっちに集中してると、そっちが楽しい時って他に行かないですからね。いや、漫画描く時のこの山本すみかさんっていうのは、なんだろうな、哲学としてね、やる時の哲学として、あのなんだ、こういうスポーツ漫画描く時の描く人のタイプって、他のこともきっちりやりながらそれをやるっていうのがかっこいいタイプ、例えばドラゴンボールだったら悟空なんか結婚したりするんですよ、そういう日常生活もちゃんとできるやつも偉いんだっていう考え方と、山本純香さんのタイプの漫画家っていうのを書く哲学っていうのは、他のものを犠牲にするからすごいんだっていう、そう2つの立て方があるんですよ、で こっちこの人はこのタイプだというだけであって、スポーツ選手が勝つためには全て犠牲しなくてはいけないそういうことじゃなくて、ジョイナーは爪伸ばしてもらってでもまあ、 あのスポーツだけじゃなくてもね、あの女の子はやっぱり恋愛でちょっとやられがちだよね、うちのアシスタントとか見ててもさ、女の子はやっぱりあんまり成功しないんだよね、男はできるとね、やっぱり男の方に行っちゃうんだよね。はい、とりあえずファックス来てますんでご紹介したいと思います。はい、こちら、ガッツさん32歳男性の方です。高校時代、岡ひろみという名前の新入生がテニス部で入部してきました。周りからものすごい期待の中、半年も経たずに辞めてしまいました。だって宗像コーチやお蝶夫人がいなかったものとは、部外者からの温かい言葉。つらかったでしょうね。つらいな。嫌ですよね。嫌ですよね。はい、ありがとうございます。はい、続いてこちらもファックスです。こちらペンネーム三崎愛子さん。私の周りには圧倒的に東堂隆之のファンが多いのですが、私には彼の良さがどうしても理解できません。好みが歪んでいるとまで言われます。正しい東堂さんの見方を教えてください。正しいって言われても。だからこの人はですね、すごくあのモテ線の男なのよ。あの文句のない普通のつまらないお兄ちゃんで、まあ私はあんま好きなタイプじゃないんですけど、まあバランスは取れてますよね。そう、しかもあのなんだろう、生徒会長だっけ、そうキャプテンだっけ、なんかそんなんですよ。見かけもいい、はい、ルックスもいい、ルックスもいい、しかもきっといい大学にも入るだろう、多分、
安全牌、うん、安全牌、しかも、うん、あの我慢強い、決してすぐ決してすぐ手を出したりしない、うん、しない、で男道を極めている、うん、ものすごく都合のいい男そうですか、すごいかっこいいなと思う。最後にはね、自分のプレイヤー生命捨ててまでコーチになる、支える側にもあるって。でも私変だと思うよ、あんなたかが17、8の男が。それはあれですよね、なんか自分のところに入ってきたアシスタント女の子でこいつは天才だ、俺の漫画家生命を捨ててよって思わないですよね、はい、他ありますか。はい、こちらもう1枚ファックスです、はい、ペンネームお蝶夫人の髪型にしたい17歳、すごいなそれ大変だよやはりエースを狙いの魅力はお蝶夫人です、うん、あのゴージャスさ、気立てさ、優しさ、気立てた、気高さ、気高さ、ごめんなさい失礼しました、気高さや優しさ、すべて私の憧れを絵に描いたような人です。確かに絵に描いてるような、絵しか描けない。よくあのエースを狙いの中でお蝶夫人の表現として超高校級って出てくるんですけども、あれ高校生なんだよな。いや見かけがもう超高校級ですよ、ね、なんで夫人なのあれ、しかもわかんない、なんであんな金持ちなのに都立高校通ってるの、ねね、今それ確かに不思議です、ね、そのなんですよ、都立西高校って、うん、でもテニスの名門だからあそこは、ね、テニスの名門だったらあれいいの、うん、れしかも絶対高速違反ですよ、フルセットやってあれ崩れないってどうするの。お蝶夫人がねこの学校のね何か言ったらとかそんなシーンあったじゃないですか。そうそうそう、東堂さんとお蝶夫人が2人言えば西高が動く、そうそうそう、もういいの動いちゃうんだよ、動いちゃう、高速も動く、うん、きっときっと、まあ、ドレス高校ね今よりだいぶね良かったですね時代も時代だったということで、まあ、片付けたいと思いますけど、ありがとうございます。でもお蝶夫人っていうこんな強烈なキャラクターを配したから、いいキャラだと思うのよ、これって面白い部分にどんどんいけたわけですよね、うん、これ出なかったら普通のいわゆるコーチとかライバルとかだけだったらこんな回らないですよね、うん、お話これってさ、だってゴージャス様、これって嫌なやつがあんまりいないんだよね普通こういうストーリーだったらお蝶夫人って嫌なやつなんだよね。嫌なやつなんだよ最初は。一番目相当嫌な女ですけど、最初はすっごい嫌なやつ、ね、後ろのなんか人間出来上がっちゃってからの方が嫌じゃありませんか。途中からみんなでねせーのでねあの人格闘争を始めるわけだから、人間主義だんだん高めだったわけですね、人格をね。だからお蝶夫人が一番いい女になったのはペアを組んだ時にもう仕方がないなと思った時にね、そうそうそう、ほらあとあのほら仲間でしょっていうので、はいはいはい、私がいるのよ後ろにっていう、私のペアを何とかしないでみたいな、ね、だからその前もだってすごい嫌な女だよ1回目なんか、うん、ちょっとなんか広めだ、あのあれですね、なんかお蝶夫人のあのセリフであった、な割と早いうちにあったやつで、私がテニスか選びなさい、いや違う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 、負けることを恐れるのではなくて、うん、あの思い切りプレイできないことを恐れるっていうのがあったじゃないですか。あれがねやっぱすごくかっこよくって、あのこのクリクリキャラにこれ言わしたところでこの漫画も勝ったも同然じゃないですかもう出来上がりと、問題はそれね、夏目の目でやる、あごめんなさい、やるならダメだよネタかぶってるそうですね。お蝶夫人なんでこんなよくってよとか言ってんだろうね、よくってよ、そうですね、家の中は螺旋階段から落ちてますからね、螺旋階段から螺旋階段はねアニメなんですよ、あーアニメですよ、アニメのね印象でお蝶夫人ってすごいあるから、僕もねあの今回新しくもう一回漫画読んでみて、ようやっとあれがアニメによっていがめられた印象だっての分かって、パパは年がら年中ハマキ吹かしてないしでもパパガウン着てるよ、ガウン着てる、初登場の時にガウンでハマキだから、うん、みんなそう思ってたけどあその後そんな無茶なことはやめてるんですそれでさやっぱしね、この昔の金持ちの お嬢様は、はい、家ではきっとロングスカートにいるんだろうと思った、うん、あるんだよロングスカート、ロングスカートで、しかも暖炉の前で、暖炉の前、しかも周り自分の周りも燃えちゃってあれいいですよね、メラ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 。俺この漫画最初から最後までずっと疑問なんだけどさ、何お蝶夫人にもそうなんだけど、ここの登場人物のファッションセンスっていやでもどうなってんの、当時としてもずれてるんですか。これはファッションじゃなくてコスチュームプレイですよ。コスプレかこれ。いやコスプレっていう短い言葉で言うと、あの特有のあの方たちのやつになっちゃうんですけども、いわゆるあのあちらでいう刺激ですね、歴史劇、ヒストリードラマのことをコスチュームプレイって言うじゃないですか。その意味のコスチュームプレイで、それを言い出せば宝塚も成り立たないし、舞台演劇の人はなんであんな濃いメイクするのっていうのも成り立たない。舞台じゃないぞこれ。いや舞台ですよ、これ60年代だって、
60年代までの貸本でさ、金持ちって言うとみんなこれだったんだよ。だまだそのステレオタイプ引きずってるわけで、手に書いたような金持ち、知らないんだもん、金持ちいなかったんだもん。暖炉があって葉巻吸ってロングスカート着てテーブルの上にあのリボンついた鶏の丸焼き乗せて、でブドウとバナナが銀のボールの上に乗ってるんでしょ。あとこんなつながったソーセージ食ってんだよね毎日な。つながったソーセージ何ですかそれ、何それ。あるじゃないですかこんなやつ。つまりあれなのね、金持ちを知らなかったから、うん、もうそう書くのが金持ちだという一つのこうワンパック金持ちがこういうふうになっちゃったのかな。だから、まあ、9巻以降のですね、作者が金持ちになって以降ではそういう描写は控えてますよね。さすがに気づいたかな。あれですよね、そのライバルが金持ちっていう設定はあれも花形なんかもそうだけど、そうそうそう、それは当たり前の設定でしょ。一つ落差つけるのでもう基本ですよね、うん、そういう意味で言うとね、うん、でも落差ありすぎだよね。これ笑っちゃうとその話が成立しないんだけどね、うん、でもあゆさんの周りでもやっぱハマってる人いました、小学校中学校で。やっぱりそうですね、うん、みんなエースを狙いごっこすると、ごっこする、誰が岡ひろみで誰がお蝶夫人になるか、お蝶夫人と岡ひろみやっぱ取り合いになりました ね、 ね、それ負けた人は他何やるんですか、観客じゃない他の。まあ男の子は東堂の取り合いとかですね、宗像コーチの取り合いとかしてましたけど、女の子はあとその他大勢、あの緑川蘭子って、あ緑川蘭子は嫌われてましたね、どちらかというと嫌だと言われてましたけど、あと加賀のオランとか五右衛門とか、五右衛門、五右衛門いたいた、あとはセリフない、あれですね、お嬢夫人の取り巻きとか、ああじゃんけん負けると取り巻きになっちゃいますね、意地悪、意地悪な人たちでしょ。何でしたっけ、花輪さんじゃなくてなんか音羽さんですか。当時の影響で本当にあのなんだろうな、女の子が一斉にテニス部入るっていうのはありましたよね、うん、確かにあった、うんうん、あの俺の嫁さんがちょうどこれ読んでて、うん、テニス部へ啓発にも入ったんで、そしたらなんかね、もう どの中学校でもそうだと思うんですけど、いきなりテニス部が毎年来るやつが5倍ぐらいに増えちゃったんですよ、うんうん、で5倍ぐらい人数増えて、でそんなのテニス部入れきれないからすごいきつい練習させるんですよ。でいつもだったらグラウンド10周とか20周なのをいきなり50周させるんですよ。で3分の1やめて4分の1やめてっていうふうにどんどんどん減らしていったんですよ。でおかげでうちの中学校テニス部もめちゃくちゃ強くなっちゃった。で対外試合に出て先生とかこの漫画知らないから喜んじゃって、うちだけだと思って対外試合と予想もみんな強い。予想の学校みんな新入部員山ほど来てみんな強くなっちゃった。テニス そのアベレージを上げたかもしれないですね、うん、そういう意味で言うとそのが広くなるね。テニス行く根性ない人がバドミントンの方へ流れたり、うん、また別のねなんかスポーツの方やった、あと満喫行く女の子もなんで満喫っていうのが成立しちゃったりね。なぜ満喫に行くの、やれなければ一層書く側に、テニスできなかったら書く側に行くと、そうか、はい、というわけでそろそろじゃあ夏目の目の方に、お願いします。よろしくお願いします。私のやるのがどん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 話出てくるんで焦ってましたけど、まずもうずっと出てますけど1巻の26ページ、最初の頃のお蝶夫人っていうのは、これこっちですね、あこっちはこっちこっちこっちこれまだこの辺なの、これが最初の頃のお蝶夫人です。私は素直なあの子が好きなのよと、いうことを聞かないような子は構ってあげられなくてよ。あのこれ完全にいじめのパターンで、要するにこれ以前のね昔のねあのまあ少女系の漫画多かったんですよ、そのいじめ、あのママ子いじめとかね、そのパターンに入ってる。で最初って本当にそうなんです。でお蝶夫人がその あのいじめの主役なんですね。で主人公がドジでマルケっていうパターンで入ってくるんです。でところがこれが2巻の135ページ、だからまだ第1部なんですが、あの先ほども出たようにここで成長しちゃうんです。いきなり試合中に、やっぱりテニスってのは大変なあのスポーツだということはこれでわかるんですが、あの、これの下じゃないかな、あの、もうちょっと下行ってみてください、はい、これですね、負けることを怖がるのをよしなさい、たとえ負けても私はあなたに責任を押し付けるたりはしない、それより力を出し切らないプレーをすることこそ恐れなさいとい うこのやや文語的な言葉がですね、異様な説得力を生む。この辺から急に成長するんです、本当ね、でだけどそのライバルとしての成長であると。ところがこれ第2部の後の方に行って12巻の221ページになるともうあの成長しきっちゃってですね、これです、これですね、
私がやるとか私にならできるとかってこれ括弧が入ってますでこっち行く、ちょっと待っていつも自我が、なんだこれ、前面に出るものは頂点には上りきれないっていうちゃんと点が打ってあるんですよね。でしかもね自我とかねあの自我が表面に出るものは頂点には上りきれない、あのこの辺がね、いわゆる説教漫画としての、ね、真髄になってるわけですね。もうだから自分は捨て石であるって、捨て石宣言しちゃう、まあ、実際はこの辺りからみんな捨て石になっちゃうんですけどね、そういういじめ漫画がですね、今回読み直して思わず非常に受けてしまったのが画鋲出てきたの非常に受け、画鋲が出てきたのが忘れてたもんですから、画鋲からここまで人間的に成長するというのがこのテニスの、スポーツである、テニスというスポーツである。でいわゆるスポコンの人生訓の漫画からですね、全くそのまま人生の漫画に移行していくというのがこの漫画です。じゃあスポコンとは何が違うのかというのを象徴するのは4巻の83ページですね。これ宗像コーチのセリフで、どこだっけな、こちら、特訓の辛さから魔球だろなんだろありえない球に憧れないことってことで、まさに魔球ものを否定してきてるんですよ。でまさにですねこれ73年からってことはね、あのドカベンと同じなんですね。だからあのいわゆるあのスポコンものが魔球を乗り越えていく時期と一致してるんです。だこの辺はあのパラレルになってます。でテニス漫画としてはですね、先ほども石川さんが言ってた通り、あの1巻の52、53ページに試合あの場面がありますが、こういう書き方をしてます。まあここでサーブしたら分かるんです。サーブしたら分かるだけで、あとはもう大体このあの、フォーティラブとかっていうのが書いてあるだけで、打ってるような格好してるだけですね。でそれでずっと試合が進んだことになっちゃう、これがいわゆる記号です。試合という漢字のような記号ですね。で、まあ、この格好ですから、まあ、ちょっとバレーみたいなもんですが、まあ、これがあのまあ、ややですね、あの後半に行きますと14巻の82、83ページあたりになると変わってくるんです。もうちょっとあの見えますかね、これがサーブですね。でここでラリーの応酬です。だからここは同じです、はっきり言って後半行っても同じなんですが、これで、まあ、外したというのが分かるんですね。それから14巻の82、83ってこれですか。じゃあちょっと違うな、ごめんなさい、他のところで、ね、回り込むシーンがあるんですがね、これです。ここはややだからそのここがラリーの推しでやっぱりさっきと同じなんですが、あの球が来てそれに回り込んでるっていう描写があります。これは本来ならば一番楽なのはバックで打つのが楽だっていうことですね。こっち行くと、でそれを回り込んで打ってると、で回り込んで打つんだけども回り込んで打った場合にクロスで行くところを 逆に打ったというふうに文字で書いてあります。まあ、要するにその過程は書いてない。この辺がですね、やっぱりこの人やっぱ試合過程を客観的に書くということはしてないんです。基本的には1巻も14巻もだから同じですね。これは要するにあの千葉哲也とか水島新司さんの試合過程の客観的な描写から比べるとはるかに主観的です。主観性の強さでもって試合をやってますよということを印象付けているだけです。これ試合に限らずですね、客観的な状況とか風景とかをほとんど書かない、で、極端にその人物とセリフによっていって展開するというのはこの漫画の手法になっています。で主観性 の表現として先ほどから出てるんですが、1巻の102ページ燃えるお蝶夫人が、まさにこれです。これは別に家が火事なのを我慢してるわけじゃなくて、内面的な炎なんです、あくまでもね。内面的な炎が外に見えるという描写なんです。で目も白くなってますからね、目が白くなるという場面なんですが、つまり内面的な心理を客観的な状況のように書いてしまうことによって、それを背景の代わりにしてしまう。つまり客観的な背景と主観とがほとんど同じだということです。その隣に103ページのもやがあるんですが、この下じゃないかな、これですね、別にここに限らずこういうなんかもやがやたら出てきます。だから背景の代わりにこういう心理的な象徴でもって話し進めるという傾向が非常に強い。
それから3巻の162ページ、これが私は非常に印象的なんですが、このこういうとても独特なあの和服を持ってらっしゃる皆さんです。あのなぜこれを持ってらっしゃったかというと、お前を離さないぞということをですね、強くあの、ヒロミに印象付けるためにですね、どうも作ったらしいですね。でこれさらに下に行ってください。この下に行きますとですね、本当にこう絡まってたあのこれは外に出たわけじゃなくて、あのヒロミのあくまでも心理描写です。でヒロミの心理描写と和服が同じになってる、つまり客観と主観があの一致してるわけですね。あの非常に ある意味ではそのヘーゲル的なんですが、そうでもねえか。あの、で言葉の主観性、14巻の155から、155ページからいきますか。これはですね、あのここでは普通にですね、この桂コーチが喋ってますね。で、これをめくります。めくりますとどうなるかというとですね、これもそのセリフなんですよ実は。でこれナレーションじゃないんです。普通こういうふうに、吹き出しに入れないでやると、ナレーションである場合が多いんですが、これはナレーションではなくて桂小路が喋ってるのを象徴的な背景の中で書いてるんです。で、さらにこっちへ行きますと、その同じ流れずっとこれ桂小路が喋ってるんですけど、同じ流れの中で絵がこれになっちゃうんですよ。つまりね、我々が最初分かりにくかったのはこれなんです。誰が喋ってるか分からないんです。我々があの文法が違う場所から読むとね、ところがこれ中に入って読むとこれ分かるんですよね。だからちゃんと字面を感情移入して読んでると、この違いというか、そのこれが全部桂小路のセリフであるということが分かる。しかし、ナレーションとか内面心理、喋らないで中で思っ、頭の中で思ってるのか、それとも喋ってるのか、ナレーションなのかっていう区別が手法的についていない、ということが一つの特徴です。やっぱりここでも主観と客観があまり区別されてないということですね。で前編にわたってこの手の、文字が非常に多いのも特徴です。次に、やっぱりその主観性によって何をなすかっていうのは結局村方コーチの詩なんですけれども、このこれは実はこのセリフ自体は前に出てくるんですね。さっきから出てますが、とにかく1日1日1球1球みたいなね、冒頭で岡田さんが言ったようなその理念を言ってるわけです。でただこれは死んでしまった村方コーチを思い出してるんですね。で村方コーチの詩以降は村方コーチの詩が物語を完全に規制してきます。で、ここでこの人は明日死ぬかもしれないということを村方コーチのによって、ヒロミがですね、知ることによってそのどんどん人間的に成長を始める。で死というものが人を成長させるんだということを気づくわけです、作者が。おそらくで、それを、バックボーンにして、物語を進めていく。その一つが、後で出てくるその限界領域児童というね、いつ死んでしまうかわからない子どもたちという描写が出てくるんだけど、そういう死を使って物語を運ぶということを、ね、始めるんですよ。これがまさにその日常生活の中に良さを見るんじゃなくて、非日常的な、ところに価値を見出していくということで、これは、はっきり言えばそうですね、修行系の、宗教とか、あと格闘技の武道系の格闘技とかですね、そっち系の倫理です。でそれを発見したときにこの物語は完全にスポコンを出して人生訓漫画になったと。ただ、私が感じるのはこの頃の女性作家には割と多いんですが、ご本人がおそらくその割と若い頃から始めてどんどん成功していく、で自分の状況が変わっていくということの反映でもあったんじゃないかなという推測をします。多分その中で本当に作家自身がこう考えていたんじゃないかなと思われます、というところです。はい、ありがとうございました。手塚治虫文化賞特別賞夏目漱石先生の大講義でございます。そういうふうに聞くとありがたみが聞かなきゃありがたみがないわけでもないけど大変ですよ。ご本人からファックスが大変です。嘘見てるんです。先に言ってよだってそれ言うと言いにくい。山本澄香さんからファックス頂戴しました。ありがとうございます。一条ゆかり様、皆様、一条様泣いてくださってありがとうございますということです。皆様一言、
一条さんは月刊誌で、私は週刊誌で、もう時間がなくてとても背景を書くことなど不可能だったのですというあのご説明をしていただいたそうにありました。それはでも本人、いやそれはちょっと本人が思ってるだけだね。同じ週刊誌の友達背景化して書いてましたから、だそうです。それは本人に書く意思がなかっただけだそうです。いやそれよりもネームの方が大事だったのよ。そうだ、私はね、本人にとってはね、そういややっぱこれ文字ですよね。そう、そういう意味で言うとこれ読み物だよね、うん、だからね、うん、ほらあのこれでいろいろ聞いてよ。はいはい、申し訳ないです。女の人はね大抵ね、ほらあのグッとくるセリフってあると思うのよ、はいはいはい、でこれほらあの女の成長を妨げるような愛し方はするな、あそれ好きでしょ。そういう名言が山のようにもう私全部チェックして、あ付箋貼ってなんかでもそこにグッとくることは、普通男の人が女の人を好きになるときは女の成長を妨げる愛し方をしてしまうもんなんですか。いや大抵あのじゃなくて妨げられてダメになるというのがよくあるパターンじゃないですか。うちのアシスタントを見てもそうなんだよ。あそうなんですか。綺麗なんですよね、その例えの表現というか。だからすごいのよ、あの宗像校長、お前死んだ時27で、確か初めて会った時25のくせに、もうこの40を過ぎたような手伝って若造のくせに老成してるよ。なんかあれですよね、特攻隊行く前の人の日記が妙になんか老成してるのと同じようなところが過ぎてるんだよ。もう死を見据えてるからね、うん、いやでもいいセリフいっぱいあるのよ。いやだからやっぱりね、うん、そあの誤解されたくないのはですね、うん、あのファックスが来たから言うわけじゃないですよ、うん、あの要するに手を抜いてるという言い方をしてるんじゃないんですよ、うん、その人はね興味がねそこにないんです、うん、そうだから興味が精神収容のところしかないのよ、うん、セリフと人物の顔に主に行っちゃってるということなんです。あとね、そのさっきの夏目さんのねあのやつ聞いてて、僕その前にやっぱこの人舞台だと思ってるんじゃないですかっていうふうに言ったんですけども、うん、この人にとって漫画っての書く時の考え方って舞台なんですよね、やっぱり、うん、基本的に心理描写を霧でやってしまったり、うん、その誰が言ってるか分かんないっていうのをオフゼリフとして捉えたりで、そういうのを漫画の書き方としてもうみんな今思いついてないというか、もう失われてしまった技術だからすごく変に思うんですけども、うん、舞台っていうの今あの漫画の付けって全部映画ですよね、うん、実際に映画作るとしたらこんなカメラアングルでっていうふうにどんどんなってるじゃないですか、うん、でもこの人って完全に舞台で考えるから、うん、キャラ立てると、うん、必要最低限のキャラ出して他の人は一斉に顔とかも白くしちゃって表情も出さないっていうような舞台の作り方してる、うん、そこがなんか一番ロジックが違うところなんじゃないですか、ね、たださあのそれはもうあの、忘れられたとかじゃなくて、それはもう、もうなんていうのかな、あ漫画ってほら表現方法がどんどん進んできてるから、はい、この当時のこの書き方はもうすでに 今では通用しないってことなんだよね、うん、あのスタイルが違うっていうことよりもね、需要がなくなったってことですか、うんうん、そうだね。いや僕はその流行り廃りの問題で、うん、そこから映画っていうかリアリズム手法ですよね、いわゆる車描くときでもさっき言ったタイヤ描いたり、うん、パース取れたりたり、あのビル描くときはちゃんとビル描いたりっていうふうに言っちゃったので、この手法が捨てられたんではないかというふうに考えるんですよ。ね、いやそれはね、ちょっと似てるけどこの場合は違うんじゃないかな、うんうん、この場合はあの単にそういうのを書くそれが最初からないんだよね、うん、だってそんなのどうだっていいのよ、うん、そう、この人にとってはどうでもよかったの、うん、ちょっとハンディさん取ってくれないかな、うん、かなり言葉の人ってやっぱり印象ありますよね、この人はね、なんかそういう意味で言うと、4巻のね、はい、4巻の71ページから72ページなんだけどね、はい、4巻一番面白い、いや3巻は私はいいと思うんですけど、ここでね盛り上がってるシーンだの、マッチポイント、うん、マッチポイント、うん、マッチポイントって言ったらこれで勝負が決まっちゃうじゃない、うん、マッチポイントってダーンと盛り上がってこっちね、うん、マッチポイントって盛り上がってパッとめくると、うん、ちょっとこれアップにして、これだよ、パン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 、マッチ棒が飛んでる、あそんなのまだいい方よ、知ってる、恐怖の無人コートこれでこの人はいいと思ってるってことは、うんうん、この人はあの特に絵で説明するつもりってなかったんだよね、だからあの、うん、この当時はこれで良かったんだよね、本当ならばあの絵の方に行くならばここ思いっきり書き込むはずですよね、そうそう、ここは大駒でドーンと、ね、うん、下手したら2週間ぐらいこうまたやってやるはずなんだけど、アストロキューターだったらねこのシーンだけでね半年ぐらいやるよでもね、最初の頃はね、パンパンと音が出てね、コートがあるんだけどね、うん、人誰もいないのよ。で、私、気になってしょうがなかった。それでも、その手法は最後まで貫かれてるよ。アジアさん、漫画以外でもやっぱあの勝井の絵文とか結構読まれるじゃないですか。そういうのと読んでて、やっぱ違和感なく読めたんじゃないですか。そうですね、だから、うん、すごい、今、皆さん言って、あーって、うん、でも全然そんなの感じなく、うん、だから同じ漫画でも、まあ、漫画を読んでるっていう感覚じゃなかったかもしれないですね、そういう意味で言うとね、うん、だから途中で一回息つこうって思っても、うん、息つく間もなく本当に一気に読み切っちゃったっていう感じだったんで、
で最後どうとなるか、いわゆる宗像コーチ死んでから大体連載では3年ぐらいのブランクはあるんですけども、これ一気に読んだ時そのブランク気になりませんでした？自分の中ではなかったですね。だから自分のただ意識の中ではやっぱり宗像コーチが死んだ時で、終わってた気がしたんですけど、でも後読んでみると、あ、そういえばこの桂大吾ですか、ああそういえばこんな坊さん出てきた気もするなみたいな感じで。そうだね、桂ってあんだけ後半全部出てんのに意外と印象薄いよね、うん、そうですよね、宗像のあれを引きずっちゃってんだね、うん、で桂はちょっとレッツゴー調作の順みたいなことができてるこっちがくるりんって回って分かんない関係ないですよ宗像さん不治の病ですしね、何の病か分かんないけど不治の病ですよ、まあ多分宇宙戦艦ヤマトの沖田艦長と同じ宇宙放射線病みたいな、うん、いわゆるそのストーリー内の不治の病というだけで、うん、それ以上もそれ以下もないんですよ。でもお母さんも同じ病気で死んだんでしょ、確か、うん、不治の病っていう病気があったんだよ、ね、不治の学名不治の病だからアイテムでいうと、まさにその不治の病とか、さっきの母子門のいじめとかね、うん、弱さっていうのは結構それ以前の何かお話のね、世界のものをいっぱい持ってきてますよね、うん、でもさ、桂コーチってよく考えると面白いんだよね、うん、だってさ、うん、そのライバルはどうも彼のおかげでライバルがその死んじゃったぐらいに思ってるわけでしょ。あ、そうです ね、それに近いことを思っていて、はいはい、でいきなり坊さんになっちゃうわけじゃない、うん、熱い人なのね、熱いんだけどさ、うん、今あそこに映ってるけども、うん、あの顔であの坊主だとすごくバランスが悪くてすごく辛いのね、読んでて、それで毛が生えてきてホッとするんだそう、待った待ったファンシーダンスよりひどいですよねまた坊さんが最初出てくる時、ベラン名帳の口でお前さんなんとかでないかいって言いますよねなんか坊主がよく分かったなかなかね、この人ね、面白いんですけどね気づかなかった、好みかもしれない、いろいろ面白さがあるんだよね、うん、そんなのどうだっていいのよあとね、この人の絵って不思議なんだよね、はい、ちょっとね、得意な形だと思うんだ、はいはいはい、あのね、中段、これってほら、中段挟んで、前と後ろってことね、前シリーズ、後シリーズあるじゃない、はいはい、前シリーズの時ってさ、すごく荒いじゃない、うん、荒いんだけど、経歴見たら、むさびのデザイン家なんだよね、はいはい、だから多分、入るまで一通りデッサンしてるじゃない、うん、多分ね、前半ってまだそのデッサンの貯金が残っててさ、うん、すっごい荒い絵なんだけど、うん、人間とかすごいしっかり描いてあるんだよね、で漫画力はねすごく低いの、うん、漫画としてのレベルはすごく低いんだけど、画力は結構あるんだよね、うん、ところが間3年ぐらい挟んで再開すると、うん、漫画力がすごい上がってるんだ、今の漫画にすごく近くなってきて、その代わり画力がすごく落ちてんだよね、すごい不思議、普通ね描いてると絵って上手くなるんだけど、うん、この人前期の方がね、伸び伸びした家描くんだよね、これすごい不思議なんだよね、漫画力と画力っていうのは前から石川さんなんかよく使う総合的なものが漫画力なんですね、そうだね、絵だけじゃなくてね、うん、漫画すべてを描く力がね、なんで絵も含めてですね、うん、そうその絵の部分以外のところが結構上がっちゃったわけだ、そうだね、そういう意味で言うとね、うん、あれどっかにね出てくるよね、その絵を志す者が毎日デッサンをするようにみたいなのとか、だから多分この人はデッサンやったんだろうと思うのね、それでその見ると確かにデッサンのデッサンちゃんとやってるんだよ、あの石川さんの言う通りでね、だやっぱりその絵画的なデッサンと漫画がいかに違うかっていうことを深く思うよね絵が慣れてきちゃったらなんかその元々の絵のうまさがちょっと消えちゃったね、うん、でもこれ初めて見たとき私別に褒めるわけじゃないんだけど、ちゃんとスポーツやってる子の足だなと思ったの、あ、筋肉とか、うん、筋肉質っぽい、だからそれまでの、まあ、少女漫画家はもっとこうスポーツをやっていてもこう細い足で、うん、こうだからこれではとてもスポーツできんというようなと思うんだけど、でも岡博美とか宇宙夫人はちゃんと太ももをしっかりしてるし、アキレス腱もキュッと締まってるし、二の腕太いですよね、キャラクター出てくる女の子、さすがテニスをやってたら、ね、腕は確かにテニスやりそうな腕ですよ、フォームまでは気が回らなかったけど体格までは描いてるんだね、筋肉とかそういうのは見てるんだよね、うん、だからその辺ではちょっとこう説得力はあったけど、あとねこのテニスに対する説得力で、僕は番組に対するメールじゃないんですけども、はいはい、僕のところに来たメールで、イクピーさんという方からなんですけども、はい、作品終盤に登場する岡の秘密兵器打点を変えて打つ
14巻の21ページに出てくるやつですね、いわゆるこれはライジングショットというやつで、バウンドした球の上がりっぱなを叩く打法と呼ばれるもので、今やプロどころかそこらの一般レベルのプレイヤーさえ浸透している。今はやってるんです。ところがこれは80年代の初頭のアメリカのですね、そのボルグ系のトップスピナー、スピンかけてやるやつを倒すために、あの若手のプレイヤーが始めたっていうような必殺兵器だったらしいんですよ。でこれがですね、どんどんこう伸びてきたんですけども、それは80年代に入ってからなんですよ。まあ少女漫画とはいえですね、世界を制する技術としてライジングショットを70年代に取り上げていたのは先見の明があったのではないでしょうか。これライジングのことなのかな。うん、これ打点を変えるっていうのがよく意味が分かんなかったんだよね。いや多分そういうことだと思うんだ。俺はそういうふうに読んだけど、あのね、トップ打ちとかそういうことかなと思ってたんだけど、いや俺軟式をやってたん最初、で公式に移ったの。そうすると軟式っていうのはトップ打ちなんだよね、トップ打ちが、まあ前衛はトップ打ちが多かった、でそれと同じでやると打点変わるわけで、公式に移った時になんて楽だろうと思ったんです、うん、待ってていいから。あ、軟式はこうバウンドしたらすぐ打たなきゃいけないの。そうそうそう、公式はパンとバウンドして、そうそうそう、ボールが上がってきて、うん、それから打つわけですよね。僕らは習った時はだから落ちかけたとこから打つんだ。はい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 、じゃああれだ、ミートポイントが違うんだ。違う。あ、じゃあこのエースの狙いの中では割と公式から軟式っぽい打ち方にシフトした。軟式っていうか、要するに打つ場所をね、こう、うん、上がりっぱなを、うん、トップじゃなくてもうちょっと前で打っちゃうのね、うん、そうするとリズムが狂うんですよね、相手のね、はいはいはい、あと球も速くなるんだけど、そうそうそう、うん、とかそういうことを考えて読んでた人はあんまりいないでしょう ね、 いないですもんね、やっぱり。みんなどうしてこんなね、テニスにこだわるの。いやいや、ちょっとあの、ね、一つね、一度先生に聞きたいんですけどね、はい、この3巻のですね、はい、任せてください、3巻、もうすでに持ってます。134ページ、5ページの見開きね。なんか嫌なこと聞かれそうだな、これ。はい、このちょっと映ってもらいます、これ。あ、これこれ何ですか、これ。これこれ、この溝、溝、これタイトル入ってたの。ひょっとしたらこれタイトル入ってたのかもしれない。これ不思議なんですよ。どうかな、でも枚数から言ってタイトルじゃないんじゃない。タイトルじゃないよね、これは。私も分かりませんね。この空白ですか、うんうん、あ、この空白が気になるわけですね、うん、この空白の右の絵の方が気になる。いや、右の絵もすごいけどね。いやいや、私ね、この絵こそがね、このエースを狙いを象徴する一コマだと思うのよ、決め方がね。はいはいはい、もうこの絵こそよ。だからエースを狙いってどんな話って聞いたら、こういう絵です。これがコーチって、これが弟子です。このね、テニスの漫画だと思わないですよ。これ目つぶっての消しカラーですね。これ後ろの波なんですかね、これ。波だろうね。波でしょうね。ああ、うん、これは波のプロに見えます、ね、これは世間の荒波ですよ。人生の、はい、時間もあれですね。ちょっとファックスの来てますの です、ね、ご紹介したいと思います。はい、はい、どうぞ。こちら E メール、はい、フックさん、女性44歳です。娘たちも私が読んだ漫画から読んで育ちました。はい、親子で同じ漫画を読めるなんて素敵だと思いませんか。エースを狙いは小学生からおばさんまで感動できる漫画です。44歳だと岡弘美も大体それぐらいの年になってるかな。ということですよね。エースを狙いというと登場人物は急に白目になるって。白目多いよね。白目多い。これ多すぎだよちょっと。はい、36歳の主婦の方、佐藤さんですか、からいただきました。なんといってもお蝶夫人のインパクトが強かった。衣装と髪型がすごかった。そんなやつはおらんといつも突っ込んでいた。まあ皆さんそうだかと思いますけれどもね。あと八尾の松池さん、某私立高校の親友 Y にこんな話を聞きました。その頃彼らの高校は校則により丸坊主でした。休み時間などにニキビ映画をで坊主頭の野郎どもが目を輝かせながら、お蝶夫人が酔いだの、加賀のおらんがどうしたこうしたなどと真剣に言い合う様、とてもこの世のものとは思えないと語っております。これ面白いよ。自宅の暖炉の前でロングドレスを着ている女子高生がいるなんて、東京の方ってすごいと思って。違う違う違う。大体東京ではなくて埼玉の話です。埼玉のね、あの高校があの舞台だという話もありますけどね。まあ、そういうのなんか来てますか。はい、これ割と素直な、はい、習志野市の三橋千代子さんですか。何度か読み返すうちセリフが結構グサグサとくるんです。説教っぽくぽくて、嫌だというよりこの厳しいセリフをコーチに言われてみたいというような、変ですね。変です。そうしてコーチに恋しちゃってるような気になってしまって、これが多分非常に素直な、あの呼び方、ここにいるような人じゃなくて、普通の人です。素直な読者だろ。その読者の声を素直に聞いても素直に思うのは、それは SM だよって思いますね。知らんよ、わしどういう求められてるのか。
まあ、時間もなんか、はい、そろそろみたいでありますけれども、もう3日間終わりか、あっという間でしたということですね。今回この目は恋をしている目ではないかも、話せなかったです、ね、あれ言いたかったですか、はい、ね、次回今回珍しく決まってるんですよ、はい、そうなんです、はい、8月30日から9月1日、8月30日月曜日から9月1日水曜日までの予定で次のシリーズやりたいと思っております。はい、漫画やわでは取り上げてほしい漫画のリクエストや、ご意見ご感想をお待ちしています、はい、はがき番組宛にですね、はがきや電子メールを送ってください。はがきの宛先は郵便番号 150-8001 NHKBS2 BS 漫画やわの係までお願いします。電子メールは email@manga.nhk.or.jp です。はい、番組のホームページもぜひご覧ください、はい、番組の中でご紹介できなかった皆さんのメッセージは、次回の番組の内容などは、はい、全部ホームページの方に入ってますんで、ね、入ってますんで、見ていただければと思います。お願いします。というわけで、次回もまたよろしくお願いいたします。最後とも間であるかもしれませんね、はい、ちょっといろいろ番組とか注意してください。というわけで今日は本当にありがとうございました。どうもお疲れ様でした。